1988年の読売ジャイアンツでは、1988年の読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは、大貞治監督の5年目のシーズンであり、本拠地が高楽園球場から東京ドームに移った最初のシーズンである。ドーム元年を優勝で飾るべく、シーズンに臨んだが、ヤクルトとの開幕戦を、 河野純期の悪送球での逆転負けで不吉な幕開けとなり、5月13日にはエース、牧原博美が中日の各現時にさよなら本塁打を浴びるなど5割前後での戦いが続く。5月下旬からの6連勝で、ようやく首位戦線に浮上したのもつかの間、6月13日に主砲ボーレンクロマティが支球で左手親指を骨折するアクシデント。 ここで代わりに一軍に昇格した、両明ら物が9試合で7本塁打と活躍し、チームは初めて首位に浮上。ところが7月6日、今度は吉村佐田が外野守備で栄村忠宏と激突し左膝靭帯断裂の重傷で戦線離脱。 それでも前半戦を首位で折り返したが、後半戦開始早々中日に首位を奪われると、もはや巨人に首位を奪回する力はなく、その後は広島との2位争いに終始した。結局中日に12ゲーム差をつけられての2位に終わり、9月29日には王監督辞任が正式に発表された。優勝の中日には前半まで12勝5敗と勝ち越したものの、 後半以降は2勝7敗と歯が立たなかった。8月23日には、抑えぬか取り吉高が、落合博光にサヨナラだを浴び、9月20日には、中継ぎの柱、斉藤正樹が、大宮達夫にサヨナラ本塁打を浴びるなど、中日躍進の引き立て役となり、大監督が辞任するきっかけにもなった。5位太陽27勝を9敗と勝ち越したが、3位、広島や、 開幕相手のヤクルトには、それぞれ12勝13敗1分得戦を強いられた。ありがとうございます。